フランツ・シューベルト、1825年、ミルヘルム・アウグスト・リーダーが、ミサ曲第5番変異長長 D678 は、フランツ・シューベルトが1822年に作曲したミサ曲。シューベルトの生前に本作が演奏されたという記録は、残っていない。ミサ・ソレムニスに分類される。シューベルトは1819年11月に、本作の作曲に着手し、 三年後の1822年に完成させている。この間、作曲者は他の様々な仕事にも注意を払わねばならなかった。そのうちの一つには兄のフェルディナントに依頼されたミサ曲があった。シューベルトは1822年11月にオルガンパートを脱行し、1823年には演奏の計画も立てられたものの、 彼の存命中に演奏が行われたという記録は存在しない。本作と続く第6番はシューベルトの後期ミ作曲とみなされている。この2作は語句を音楽的に解釈しようとする姿勢において、それまでの4作とは一線を画している。シューベルトは技術力と火星に関する知識の相対的な演熟の利点を活用し始めており、宗教音楽と 世俗音楽の両方を作曲してきた経験と合わせ、標準的な典礼文にそれ以上の意味合いを付加している。これまでの楽曲でもテクストから一部の節を省略することが知られていたが、シューベルトは高期ミサ曲においてさらに進んだ自由さを見せており、意味するもののある特定の側面に関する表現を深める、もしくは強化する目的でテクストを足したり、弾いたりしている。 シューベルトは1826年に改訂を行い、グローリアのカム・サンクト・スピリットの部分で風画を簡素化し、おさんなを変更した。1827年には、この版を用いて、ホーフブルク宮殿の礼拝所の副カペルマイスター、東洋オーディションに臨んだが、挑戦は成功しなかった。シューベルトはこのミサ曲を宮廷で演奏してほしいと要望したが、宮廷学長のヨゼフ・アイブラは、 皇帝フランツ一世が好む様式でないという理由で、これを却下している。彼が宮廷作曲家であったヨーゼフ・バイグルをひきしており、演奏によって生じることになる借金をシューベルトに支払いたくなかったため、こうした口実を用いたという可能性もある。シューベルト学者のブライアン・ニューボールドは、高期ミ作曲を二つの最良かつ最も堅固な歌唱作品とみなしており、 シューベルト自身も変異町長の作品を非常に高く評価していたに違いない。それは長期にわたり携わったこと、そして何度も本作を見直していることから伺える。1822年12月に友人のヨーゼフ・フォン・シュパウンに宛てた手紙では、このミサ曲がうまくできたので皇帝フランツ一世もしくは皇后カロリーネへ検定することを考慮したと記されている。 このミサ曲とミカンのオラトリオ、ラザロは、シューベルトの静止感を反映した作品であると考えられている。後期ミサ曲は、アントン・ブルックナーのミサ曲第3番に影響を与えた可能性がある。ソプラノ、アルト、テノール、バス独賞、根シ合唱、バイオリン2部、ビオラ、フルート2、オーボエ2、クラリネット2、ホルン2、トランペット2、トロンボーン3、ティンパ2、 通奏低音全6曲からなる。演奏時間は約46分。注釈は1822年版に基づく。キリアンダンテコンモート変異蝶々に2拍子、グローリアアレグロマエストーソエビバーチェホ蝶々3、4拍子、クレドアレグロマエストーソエビバーチェハ蝶々に2拍子、サンクトゥスアンダンテ蝶々十二8拍子ベネディクトゥスアンダンテコンモート変異蝶々4、 4拍子、アニスデアダージョ変異町長さん、4拍子、ありがとうございます。